もうとりあえず本当に来てくれればいいというか、まあ本当に来てほしいっていうようなことだけなんです。もう本当最後の最後で、本当にあと1日というか、まあ明日が最後なんです。もう来てほしい、もう来てほしいっていう、本当にそれだけというか、もう来てくれればとりあえずいいというか、来てほしい、本当にもう最後の最後でもう本当に来てほしいっていうことだけ、もう本当それだけなんですよね。もう本当来てほしい、まあまあだから時間がないとか時間遠いとかそういうことじゃなくて、もう来てほしいっていう、もう本当それだけなんですよ。もうただそれ、もう来てくれればもうここで何が起こるかっていうことは、もうみんなで何か起こしたいっていうところで始めたことだから、本当に最後はもう何でもいいと、まあまあもう何でもよくないんだけど、もう来てほしいっていう、とりあえずもうとうとうあの明日が最後になって、もうここまで今回はもう本当半年ぐらいもう本当これだけにかけてきたようなところがあって、まあ本当にそれはなんでかって言ったら、やっぱりみんなに会うためなんですよね。もう来てほしいんですよ、とりあえず。もう来てもらうために、来てもらうためにこの企画を始めたというか、もう本当それが明日で終わってしまうんです。明日で最後だから、とりあえず来てほしい、もう遠いとか遠くないとかそういう話じゃなくて、もう来てほしい、とりあえず来てほしい。来てくれればもう何かが始まると思うし、それが本当に今回僕らがやりたかったことであって、もうとりあえず来てほしい、もうとりあえず来てほしい。本当にこの展示いい展示になってると思うんです。本当ゲストも本当に来ていただいた方みんないい話をしてくれて、そして情熱上映小高山本和田の球体でも本当にいい作品が揃ってると思うんです。本当に明日が最後で、本当にこれ見てほしい、いい展示になってると思う。本当に来てくれ、来てほしい、本当に。